SBI 大学院大学は東京都港区六本木1の6の1線ガーデンタワー21階に本部を置く日本の私立大学である。2008年に設置された通信制の大学院大学である。初大学長は SBI ホールディングス代表取締役執行役員 CEO の北尾義隆。設置者は学校法人 SBI 大学。 申請者は学校法人 SBI 大学設立準備委員会。計画当初は株式会社立大学としての設置が予定されていたが、その後方針が変更され、通常の学校法人立の私立大学として改学した。1、社会の求めるあるべき人物像の育成を見据え、理論に裏打ちされた実践的な学問としての実学を学びます。 2. 実務家としての資質に欠くことのできない倫理的価値観や人間力を寛容するために特育を重視します。3. これらの素養を備えた実務家の育成を通じ、日本経済の発展のみならず、国際的な場においてもリーダーシップを発揮できるようなプロフェッショナルを育成します。 地域のみならず、特育を重視した教育及び実践的な学問を重視した教育を行うことにより、各たる倫理的価値観と実行力を伴う端式を、具備した人材を育成することとし、これらの素養を備えた実務化を通じ、日本のみならず、国際的な場面においてもリーダーシップを発揮できるようなプロフェッショナルを育成することにある。 1. 1確たる倫理的価値観と実行力を伴う短式を合わせ持った能力を養う。2. 会社を起業したり、社内ベンチャーを起き上げたりするために必要な理論、知識、分析能力を習得する。3. 国際化時代にあってもリーダーシップが発揮できる能力を身につける。ありがとうございます。